つも舌を巻くほどの達人だったが、こいつの強さは人間を超えている。一人もいなかったぞ。俺の体にこれだけ深く剣を打ち込んだ人間は貴様が初めてだ。嬉しいぞ。貴様のような敵に巡り合うために俺はこの300年生きながらえてきたのかもしれん。さあ戦え。この俺を失望させるな。ありえない。こんな化け物が現実に存在するはずがない。戦え！
体がちぎれるまでこの俺と動けるか。やらなきゃやられる。お前は左行くぞ。ガッツ、一気に走り抜けるぞ。そうか、そういうからくりか。小僧、一つ忠告、いや予言してやろう。貴様がもしこの男にとって真の友と言える存在ならば、心しておくがいい。この男の野望がついえる時、貴様に死が訪れる。決して逃れられぬ死が。なんであれは。それに真の友、俺が死ぬ、わからねえ。一体何が。グリフィス、しっかりして。グリフィス、大丈夫か。来るな。貴様のせいだ。グリフィスがこんな目に遭ったのは貴様のせいだ。そういや、お前がいつも首から下げてるあれ、あの化け物、そいつを見たら飛んでっちまった。一体何なんだ。ベヘリット、昔占い師のばあさんから手に入れたんだ。これを持つ者は自分の血と肉を引き換えに世界を手に入れる運命なんだって。世界をね。気色悪いな。脅かすなよ。いいだろう。お前のそういうとこ変わらねえんだな。変わらないよ、俺は。なぜだ。
たかだか部下の一人に過ぎない俺をなぜ助けに来た。理由なんてないよ。俺がお前のために体を張ることにいちいち理由が必要なのか。いや、俺は怪我の方はもう良いのか。陛下。おい、ガッツ。貴様、王の御前でやる。無礼でやろう。まあ良いって、面を上げよ。グリフィス卿、そなたの率いる鷹の団の働き、いつもながら見事であるぞ。恐れ入ります。陛下、新参者の一団長ごときにそのような。良いではないか。重臣たちの中に平民出身のその方らを快く思わぬ者がいるのは事実。しかし威信や格式などでは戦には勝てん。世はむしろ型にはまらぬそなたたちに大いに期待を寄せておる。ありがたきお言葉、感服いたします。あちらのご婦人は？ああ、娘のシャルロットじゃ。いかめしい武人は好かぬと申してめったに出たがらんのじゃ。あ、シャルロット、一人娘だからと少々甘やかしすぎたか。許せよ、グリフィス卿。さあ行くぞ、シャルロット。大丈夫ですか？失礼。お気をつけください。あの貴様、姫様のお体に無礼でやろう。およせ。失礼いたしました、ユリウス将軍閣下。わかればよい。さあ姫様、父上がお待ちですぞ。あ、はい、叔父上様。